スタジオには山崎信之助さんをお迎えしていますよろしくお願い致いします、はい、よろしくお願いしますまずは17日間の選挙戦お疲れ様でした、はい、もうお顔も日に焼けていらっしゃると思うんですけれども <laughs>、ね、振り返ってみて改めていかがですか、はいはい、そうですね過去私は5回選挙戦を戦ったことがあるんですが、はい、いずれも9日間の戦いでしたので未知の領域に突入をいたしまして、はい、17日間やっぱり長かったです 多くの県民の方と触れ合いましたか？はい、かなりですね。まあ、県内党中性走り回りまして、いろんな声をお伺いすることができました。はい、では、ここからは今回の選挙からどのようなことが見えてくるのかを分析していきます。県政担当の天野記者とお伝えしていきます。よろしくお願いします。まず、今回の選挙戦で有権者の票はどのように動いたのでしょうか？はい。私たちが分析した結果。 大きく勝敗を分けたのが支持政党がない無党派層の投票ですこちらご覧ください無党派層のおよそ7割が山崎さんを支持していますで若林さんと4倍近くの差をつけています無党派層の獲得も今回の勝因の一つだと考えられますが山崎さんこの結果をご覧になられてどうですかはいそうですね、まあ、私は そもそも無所属で戦っておりましたしそれから選挙戦に入る前から川勝知事が県民党の幹事長だとその一員だという自覚を持ちましてもうオール県民でこの選挙戦を戦っていきたいと発信をしておりましたのでその結果がこういうふうに出たのであれば大変ありがたいことだと思っていますここまで割合を占めるとは思っってらししゃいましたか、はい、正直、ここまで支持をいただいたということはびっくりしています。はい そして地域別に見た時の投票の傾向も非常に気になるんですがこれはどのようになっていますか、はい、あの山崎さんの活動拠点となる西部では半数以上が支持を集めています、そして中部は若林さんとほぼ互角の戦い、そして東部はですねあの若林さんのお膝元になる場所なんですが山崎さん、4割程度を占めていましてあの若林さんの勢いに迫っていったという状況です。はい えーまあ、こうしたですね東部でもかなり支持を集められていたということで、うん、山崎さん、どんな理由が考えられますかはいそうですね、まずはその活動量、これがまあ大きく反映した,したかなと思います。うん、もちろん西部はお膝元ですので、しっかりとした活動が以前からできていた、で東部は当然、薄いということはまあ承知していましたから、選挙戦に入る前からまあいろんな活動をアクティブにできていたので、まあ、それが反映されたのかなというふうに思っています。うん まあこのようにエリア別に見ても本当に幅広い支持を得たことがよくわかるんですけれども、はい、まあ今回の選挙戦での追い風勝因の一つとして川勝平太知事が支援を鮮明にしたということも大きかったですよね、はい、あの今回の選挙戦では巨大な組織で戦う若林さんに対し山崎さんはあの今回の選挙戦、知事選の延長だということを強調して、はい、川勝知事ともあの連携をアピールしていました。 この戦略が功を奏したと考えられますか、うん、そうですねあの当初から、まあ、知事選参院補選それから衆院選これホップステップジャンプというふうに位置づけていまして、まあ、どんな、まあ、そのテーマだったかと言いますとやっぱり政治を変えていかなきゃいけない県民の県民による県民のための政治をやっていかなきゃいけないで第1弾で当然川勝さんが圧勝いたしましたので、まあ、続く第2弾として私もまあそれをさらに飛び越える勢いでやっていかなきゃいけないそういった位置づけがありましたので功を、まあ、奏したのかなと思います。 あのまあ、そんな川勝知事ですが、その川勝知事はです、ね、で今朝その選挙戦をこのように振り返っています唯一の争点は、争点外しになったものだったわけです。若林候補の方が一切争点として持ってこなかった、いわゆるあのリニアの問題、ここでですね、明確に6月の知事選の争点が明確になってですね。 あの無党派層というか、決めてらっしゃらない方がです、ね、これは本当にここをやらないと、静岡県民が危ないということで、ぐぐっとあの党派性を超えてやったということが大きいと思います川勝知事はあの、今回の選挙戦でリニア問題が争点だということも言い続けられていましたけれども、今回の選挙戦で県民の声を聞く中で、どのようなことを感じられましたか。 そうですねあの川勝知事がおっしゃる通おり、まあ、リニアといいますか環境、水の問題これは住民どこでも意識が高いなというふうに感じましたがもちろんコロナ対策であったり経済対策そういったところを望む声もありましたので争点の1つにはなっておりましたけれどもその他にも大切なテーマがあったというふうに感じています。